はい、スクールオブロフコーチの田山です。そして小林です。田村ほのです。来週のこの時間は我が校の3週目ガールズなのよ。来週なんすよ、うん、例のあんたたちんとこの、はい、あれテレッテッテッテ真っ赤なスーツすごいっすね。すごいほらもうバイク乗って今この辺をずっとねぐる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 回ってるところで、ただねガールズロックスの時結構ね、うん、悪ガキが炸裂してて、うん、悪ガキやっぱ部分炸裂してますか？そちらでしてますよ。してる？最近なんか、はい、あのコバにチーク塗るって言って、うん、めっちゃよしこさんみたいな、うん、途中で気づくでしょ。でもそれいやなんかもう、はい、今日は私が塗るって言われて、はい、もうメイクさんにお願いして、もう座らされて、はい、めっちゃもうつけて、はい、ほっぺにバーン。どうするんですかその時小林さんは。でもそのまま出ました。出んのかい。田村さん的にもやっぱ悪、うん、悪平ているでしょ。結構いますね、はい、なんか、はい、何ですっけ、はい、アンビバレントの振り付けで、はい、一人一人触るところあるじゃないですか、うんうん、であそこで、はい、なんか私だけ、はい、その本番前のリハーサルで、はい、私だけ触られなくって、はい、なんでだろうと思って、はい、ダンサーさんに多分知らないんだろうなと思って、はい、ダンサーさんに、はい、触られなかったんですけどって言ったら、うん、あ言っとくねって言われて、はい、でその次のリハでも全然触ってくれなくて、なんでだろうと思って、はい、もう、まあ、いっかなって思ってたんですよ。そしてその本番前にバーンって座ってたら膝の上に座ってきて、いきなりなんか気づいたって言われて、何と思ったらなんかあれわざと触ってなかったんだよって言われて、はい、なんでと思って、はい、本番は触ってくださったんですけど、パルコ女出れてんじゃねえぞ。来週しっかり授業頼むぞ。来週3週目ガールズ欅坂46平手里奈ちゃんが毎日登場。未来の鍵を握るレイディオスクールオブロックと申します。